乃木坂46の与田祐希が2日、東京、国立代々木競技場第一体育館にて開催されたファッションイベント、第38回マイナビ東京ガールズコレクション2024スプリングサマー、以下、マイナビ TGC2024SS に出演した。与田祐希、ボブ風ヘアでレトロな雰囲気与田は、鮮やかなピンクのリップにベレー帽を合わせたレトロなスタイリングで登場。セミロングヘアを内巻きにし、丸みのあるボブ風スタイリングで普段とは異なる魅力を放った。レース素材のシャツワンピースによく合うホワイトのタイツを着用し、引き締まった足を強調。ランウェイ先端ではキュートに投げキスを披露し、最上中の視線を独占していた。TGC2024SS テーマは、百花繚乱、俳優やモデル、アーティストなど各ジャンルの旬が集結する、TGC。今回のテーマは、百花が一堂に満開となる様は儚さをも秘めた夢の瞬間である、という意を込めた、百花繚乱。出演者は池田美優、斉藤飛鳥、セイラ、中条あやみ。藤田ニコル、あの、中町兄弟、ナコナコカップル、ナウール、スノーマン、など、アニメ、推しの子、とのコラボレーション企画も行われ、ボーイネクストドア、ボーイネクストドア、TWS、トゥアス、ミー、アイ、ミーアイ、によるライブパフォーマンスも展開される。Thank you.